偽物、偽物、本物ではないもの、および本物ではないという抽象概念のこと。似せて作ったもの。皆さんは偽物という言葉を知っているでしょうか。似たような言葉を挙げると、まがいもの、まやかしもの、フェイクなどの言葉があります。なぜ私が今偽物という言葉を今ここで挙げたのでしょうか。私はふと、あれ、俺の偽物って今何人ぐらいいるんだろうって思ったのです。空ビビとエゴサをかけ、そしてアカウントを調べたのです。すると、なんということでしょう、偽物がこんなにもたくさんいるではないでしょうか。俺のツイッターアカウントはこの公式アカウントのみ。つまり、この、こいつらは、まがいものなんだ。それでも俺は心が広かった。偽物が増えても、増え続けても、俺は何の対処もしない。だが、一つだけ例外があった。なりすましをして、お金を稼ぐことだ。これは非常に、てか犯罪だ。許されない、許されないんだ。魔王みたいな笑い方せんで。この話をしたということは、そう、そのものがいたということだ。そのアカウントをみんなに見せようじゃないか。空ビビ、かっこ個人系。恥ずかしい、恥ずかしい、個人系ってやめろよ。ID、空ベベワン、空ベベ、空ベベワン。あえて触れないでよ、こう。ここにね、ここでは個人的な感じのって書いてるでしょ。でも、俺の動画の概要欄に、個人ツイッターはまだねえよって書いてるんだよね。これはもうやばいことだよね。これパンドラの箱が開けちゃ、ことだよね。これやばいことだよね。これもうパンドラの箱がもう、これもうペンスクのところはつこうボールスキンとスキンダールさんのようなの。そして俺がこの動画を作るきっかけとなったツイートはこれだ。 DM で一番高額 iTunes くれた人に動画出演確定。わらわらわら、何笑ってんの。そして3日前にね、締め切っちゃっていいすかってね、ツイートしてるわけ。これね、もう催促してるって。これこうパンドラの箱がバイサンツカ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 ン。そして何この顔、レモン。このツイートのリプ欄を覗くと、あらまあ、騙されている方がいるではないですか。あー、パンドラ、これもパンドラのパンサンゴツカン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 ツカ。この動画では割愛させていただこう。彼は知らなかった、この先に未来がないこと、無謀な挑戦に挑んでいるということを。この度この偽物を、討伐するために、アカウントを作成いたしました。名前はこちら、ミミタブロー。日本全国の、国民を守るためにミミタブロー選手が討伐しに行ってくれるそうです。このミミタブロー選手は、役目を果たしたら消えるとのことなんで、アカウント削除いたします。なのでこの動画を上がっている頃にはこのアカウントは存在しません。なので幻のミミタブローであります。それでは DM を送っていこう。なんか間違えました。 iTunes カードを送ってもいいですか。これで返信を待っていこうと思う。一日経っても彼からの返信はなかった。そしてミミタブローは役目を終え、アカウントを削除することになった。ありがとうミミタブロー、そしてさようならミミタブロー。そう、彼は幻の存在となったのである。このたった3通の DM は幻へと
消え去っていったのでした。ミミタブロは今頃何をしているんだろう。天国で元気にやっているかな。そんなことを考えながら僕は今も動画を撮っている。もしかしたらミミタブロは勇者だったのかもしれない。勇者とは強大な敵が現れた時生まれる人物です。そう、ミミタブロのことだと思います。いつかあなたの街にもこのミミタブロが現れるかもしれません。怖ありがとうミミタブロ。さようならミミタブロ。この物語はすべてノンフィクションです。うん、ノンフィクション以外に何があるんだ。ノンフィクションじゃなかったら何なんだこの動画は。うん、別にあれやで、なんかすごい魔王っぽい BGM 見つけたから、その魔王っぽい動画作りたいなってなって、こういう題材になっただけで、まあそのなんかなんていう、何でもよかったんや。うん、特にななんていうか魔王っぽく喋りたかったから、まあ、動画、この動画撮ったけど、まあ、何でもよかったんや、話題は。うん、ノンフィクションです。